ナヘラは、スペイン、ラ・リオハ州のムニシピオ、州内のリオハアルタチックにあり、ナヘリラ川が流れる。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の宿場の一つである。バスク語では、ナハラ。ローマ時代に定住地トリティウムが作られた。その後、イスラム支配時代にナヘラというアラビア語起源の名が、与えられた。923年、レオン・ウォーオルドニオセ世が、ナヘラを征服した。 アタプエルカの戦い後、1054年にカスティーラ王国に占領されるまで、ナヘラにはナバラ王国の首都が置かれていた。しかし、それでもナヘラには、東西の文化が共存し続けた。1142年、フランス人聖職者モンボワシシエのピエールが訪問している。彼は重要なイスラム文書の翻訳を命じられて、ヒスパニアを訪れたとされる。 彼は、ナヘラで4人の翻訳家と面会したと推測されている。10世紀から、ナヘラは栄えた、ユダヤ人共同体を持ち、キリスト教徒によるレコンキスタ後には彼らは合法的な地位を授けられていた。1367年4月3日に起きたナヘラの戦いで、イングランドのエドワードクロ大使と同盟したカスティーリアオ・ペドロ一世が、エンリケ・デトラスタマラ率いるフランス軍と激突し、 対象した。サンタマリーアラレアル修道院は1052年に、ナバラ王、ガルシア・サンチェス3世が建設した。この教会は、事実上司教座であり、19世紀に、反教会権運動が起こるまで修道会の影響下に置かれていた。ナバラ王3チョ6世、レオン王、ベルムード3世ら歴代の王の霊病があり、エルエスコリアル修道院と比較される。現在は、 国の史跡に認定されている。その他にアルカサル、サンタ、エレーナ修道院がある。ありがとうございます。